暫定2車線、暫定2車線、暫定2車線は、4車線以上で計画された道路のうちの2車線のみを、暫定的に強用すること、及びその区間の道路の形態。車線を4車線とする場合に比べて、限られた期間や費用で建設できるため、共用時に交通量があまり見込まれない道路において、採用されることが多い。なお、暫定2車線の2車線は、 往復合計の車線数を表す。これは法令における車線の数え方と同じである。以下、当記事では原則として、車線数は往復合計の車線数で表記する。4車線以上で計画された道路について、当面の交通量が少ない場合に、2車線のみを暫定的に強用させたものが、暫定2車線道路である。道路は早期に開通させた方が沿線及び、 周辺地域にとっての道路交通に好影響を及ぼすことの方が多いため将来の交通量増大を見越して4車線以上に計画された道路をとりあえず現在の交通量の実情に合わせて開通時に2車線道路で建設して早期開通させるものである大抵は交通量増大時に4車線に改築できるように道路用地をあらかじめ確保しておくことが発的であるが 地権者からの用地買収がスムーズに進まなかった場合に、やむを得ず、暫定に車線で開通させるというケースもある。上、新越自動車道の薄い軽井沢 IC、高速 JCT 間のように交通量が見込めながらも、長野オリンピック開催に間に合わせるため早期開通を優先させるために採用された例もある。日本では高速道路においても、 一般道路においてもしばしば採用されている。計画が4車線である、バイパス道路、道路構造例、第3条、第2項の、第3種1級や、第3種2級の道路などでは、街路事業や大都市内の道路でない限り、暫定2車線で強用されることがむしろ普通である。暫定2車線で共用された道路には、片側1車線ずつ完成させた道路である、両側暫定方式、 中央暫定方式と片側の2車線だけを完成させて、反対側の2車線の建設を後回しにさせた片側暫定方式がある。片側だけ2車線で先行して開通させた片側暫定方式の道路はトンネルや橋梁でよく採用される手法である。高速道路の場合は最高速度が50時速8 0キロメートルに制限されるが、大半の区間が時速 70km に 制限されている。ただし、将来的には4車線への拡幅を前提とした設計のため用地費は縮減できず、通常の2車線の道路と比べるとコストが割高となるが、初期投資額が抑えられるメリットがあるので、交通量がさほど見込めない地方の高速道路では、暫定2車線はよく採用される建設方式となっている。また、トラックなどの低速車を追い越しするため、 不可追越車線が設置されることがある。交通量が少ないなどの理由で世に車線化されていない。区間が有料道路の無料開放などによる交通量の急激な増加によって渋滞や事故が頻発してしまう問題が見られる。このように高速道路で追い越しが常時できない2車線で運用されることは世界的にも珍しく、制限速度も欧米の国道及び 地方道の郊外区間、約80時速 110km よりも低く、このような道路形態が高速道路と呼ばれるのは日本など一部の国家のみで、暫定に車線道路が日本の高速道路において全体の3割もあり、合計 2537km、km を占めるのは日本のみである。2015年の会計検査院の計算検査報告において、 暫定に車線で共用していることによる経済的損失について検査を行った旨を公表している。類似の例として、6車線で計画された区間で片側を暫定4、車線として共用する場合があり、神戸淡路鳴門自動車道台鳴門橋両端にある、神崎高架橋及び、亀浦高架橋で採用されている。神崎高架橋及び、 亀浦高架橋は三車線分の空間に四車線を設けているため、車線幅が狭く、この高架橋がある、淡路島南 IC 鳴門北 IC 間は、高速道路ながら時速七十キロメートル制限となっている。淡路 IC 綱一宮 IC や、新名神高速道路も六車線で計画され、暫定四車線で共用しているが、こちらは両側暫定方式、六車線化の際に、 追い越し車線となる部分を及び中央分離帯は盛り土、または暫定緑化である。なお、将来の交通量が少ない場合には、完成に車線、完成に車線という形態がある。これは、4車線への拡幅を前提としない方式であることを強調するために使われる用語であり、暫定に車線の概念とは異なるものである。口実。このほかメンテナンスや、 事故復旧などの工事のために、工事期間中に限り暫定2車線共用とする場合もある。通常の暫定2車線はこの形式である。用地は、その全部を、すなわち、歩道分などを含めて4車線分を買収するが、2車線分、下り線、または、上り線のみを建設して、完成後は往復で2車線対面通行として、共用する。4車線へ拡幅する場合は、 改めて、片側、上り線、または、下り線を建設する。橋、トンネル、高架橋をあらかじめ4車線分作っておく必要がないので、はじめから4車線で共用する場合に比べて、後期や後費の削減効果が期待でき、将来的に4車線にする場合でも、既存区間の大きな改修工事を余儀なくされることは、少ないため、地方における、 高速道路の大半で用いられている。4車線以降の過渡期には、1機線、2機線それぞれを片側ずつ強用しながら1機線の回収を実施するが、拡幅対象区間の一部、または全線で2機線での対面通行を実施した区間も存在する。高規格の高速自動車国道は、追い越し距離が課題となるため、中央線にセンターポール、ガイドポストが設置されている。 初期の未設置時は、対向車相互の正面衝突事故が発生する、危険性が高く、重大な死亡事故も発生している。近年の高速自動車国土はトンネルなどを単調な直線区間が多く、高速道路災民現象による正面衝突事故の抑止効果も期待される。2017年春より、全国の暫定に車線区間約 1000km のうち、 約 100km の中央分離帯にワイヤロープを試行設置すると発表した。これは命を守る緊急性に鑑み、緊急対策としてラバーポールに変えてワイヤロープを設置することによる安全対策の検証を行うというもの。暫定に車線の高速道路での正面衝突事故が多い状況を受け、安全性向上が図られるとし、検証結果を踏まえ本格設置するとしている。 ネクスコ3社は2017年3月1日に具体的な施工設置区間を発表した。同年4月から順次設置を開始している。以下に施工設置区間を道路ごとに起点に近い方から列挙する。その後、検証状況を踏まえ、土工区間において本格設置を進めることとなった。今後、新設区間は暫定に車線区間で開通する土工区間には、 標準設置し、共用済み区間においても4車線化や、不可車線事業実施箇所を除いて、概ね5年の設置を目指すとしている。4車線にした時の上下線の路肩と走行車線となる部分を建設し、上下線の追い越し車線及び中央分離帯となる部分をり土などで残す、地には暫定力化してしまう方式。未施工部分が大きな自然の中央分離帯。 干渉体となるため、制限速度を片側暫定より高い時速 80km に設定している区間が多い。安全性が高く整備効果の発現率も高い。反面、用地取得と土工部分が全幅にわたるため、公費削減効果が少ない。また橋梁やトンネルは、両側暫定方式では、公費も公費もほとんど削減できないため、片側暫定方式とすることが多く。 制限速度など、走行条件の変化が頻繁に発生する問題がある。一般道路では、高速道路とは異なる理由から多用される。4車線以上の道路を計画しているが、当面はまとまった区間を開通する予定がなく、一部区間のみ、用地の買収が終了したような場合、または、用地買収は終了したが、部分開通から全線開通までの当面の間は、 交通量があまり多くないと見込まれる場合、当該区間の歩道と両側車線のみを暫定開通させるのである。これは一般道路では沿道の土地や建物へのアクセスを確保する必要があるためである。このような例は、現道がない場所に新規に建設する幸福院の道路やニュータウンなど開発区域内で先行して用地を確保する場合、 既存のの国道道バイパス道路計画に見られる。またこの時に暫定開通した両側車線は後に本線が開通した際には、速道として転用されることがよくある。まず4車線にした時に追い越し車線に当たる部分を建設して、完成後は片側1車線で共用する方式。4車線に拡幅するときは、走行車線に当たる部分を建設する。採用例は少ない。 橋の上で2車線を4車線に拡幅しても橋脚が1本で済み、また必ずしも対面通行にしなくても良いという特徴がある。一方、両側暫定方式の場合と同様、トンネルでは片側暫定方式に切り替えなければならない。共用中の区間として、農越自動車道穴水道路、西九州自動車道佐世保道路の一部区間がある。橋、トンネル、 高架橋などはあらかじめ6車線分作っておく必要があり、暫定4車線ではあまりコスト削減は期待できないものである。もしも4車線の規格で高速本線を建設した場合、トンネルの掘り直し、高架、橋の大改修工事、ガードレールの付け直しや舗装暫定緑化された森土の排除が必要になり、初めから6車線で共用開始するよりも、 余計に費用がかかるためである。また、橋、トンネル、高架橋などの片側を暫定4車線として強用する場合、車線幅が狭くなり、安全上の問題が発生する。完成2車線、完成2車線は、高規格幹線道路などにおいて2車線でありながら、正規の中央分離帯、完全な中央分離帯を設置して、往復の交通を分離したものである。 停車車両や事故車両があっても通行が可能なように、路肩幅が比較的広くなっている。路肩福員1.75メートル、車線福員3.5メートル、中央帯1.5メートルで、全体福員が12.0メートルとするのが標準であり、路肩福員車線福員、中央帯のが値0.25メートルイコール5.5メートルを確保して、 大型トラック同士のすれ違いを可能としている。正面衝突の危険がないため、規制速度が時速 80km 時速 100km とすることが可能になっていて、安全性にも優れる。必要に応じて、途半車線や追い越し車線を付加し、通過車両の流れが円滑になるよう設計される。国土交通小道路局によれば、4車線構造に比べ、 3から4割のコスト縮減、2から3割の後期短縮できるとされる。しかし、将来の拡幅、4車線化を前提とした構造の暫定に、車線区間と比較して、車線増設が困難であり、交通量が増加した場合の改築費用が割高となる。そのため将来にわたって、交通量が少なく、2車線で十分と判断される路線で採用される。 当面の交通量を処理するための暫定措置として、片側に車線区間の車線や路肩、中央分離帯の福音を切り詰めて、片側3車線道路として強用する形態を、暫定3車線と呼ぶ。狭くなった路肩の福音が車幅を下回る場合は、400から500メートル程度の間隔で、非常駐車帯を設けている。 2011年10月21日より、東名高速道路のトヨタ j c t ビ5 p a 上り線はさらに、音は釜り IC 手前まで暫定3車線化され、規制速度時速 60km で強用された。2016年2月13日に、バイパス道路となる新東名高速道路が開通し、2016年10月の東名集中工事で、片側に車線に戻された。 2012年12月には東名阪自動車道の一部区間の暫定3、車線化が行われ、2018年の新名神高速道路延伸後に片側に車線に戻すこととされている。センターポールを設置している対面通行区間であっても何らかの理由により車両が逸脱し、正面衝突死傷事故が発生している。国土交通省の 第5回有料道路部会高速道路ストックの機能強化の課題2007年4月7日によればとある韓国では4車線化を前提とした2車線高速道路と呼ばれていたかつてはセンターポールも設置されていなかったが韓国道路公社20年史事故防止のため後にセンターポールが一部区間に追加設置された1978年末時点では 総延長 1224.6km 中 752.8km であったが、1992年から高速道路の全区間において4車線化の事業が始まり、すでに開通した区間だけでなく、暫定二車線の新規路線、事業中も含むにおいても4車線化の事業が実施された。事業は2015年12月22日に88。 オリンピック高速道路の4車線拡張、移設が完成したことにより完了し、これによって、韓国から2車線の高速道路は消滅し、88オリンピック高速道路、現、広州テグ高速道路の単荒いしい高齢、JCT 間は、同国内では、最後の暫定2車線区間であった。事故率が高かったことから、死の高速道路と呼ばれ、 国道以下の高速道路なのに利用客から通行料金を払わすと不満の声も上がった。韓国での4車線化の事業は2004年、東海高速道路を最後に、経済危機などによる事業資金問題で一時凍結となり、88、オリンピック高速道路の蒸気区間のみが暫定に車線で残された。 しかし東区間の4車線化の事業は、政権交代が起きた2008年に再開され、2015年12月22日に4車線化が完了した。2004年以前で暫定に車線の区間があった路線は、キューバ高速道路1995年解消、コナン高速道路1996年解消、南海高速道路1996年解消、 中央高速道路2000年解消、峰東高速道路2001年解消、東海高速道路2004年解消など、2プラス1車線。これは双方向の車線を交互に増減させ、建設費や道幅の圧縮を狙ったもの楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。